嬉しいです。目標が達成できたことがすごく嬉しいです。ティーショットはそんなに昨日と分からなかったんですが、やっぱりセカンドからのピンの位置に対していいところに打てなかったのがすごくずっと苦しい展開になってました。今年が一番苦しかったです。なんかまあ2連覇はやっぱり2連覇したいっていう、もちろん3連覇もそうですけど、でも3回目となると、まあ3連覇したい気持ちと、まあ、途中本当に追いかけられる立場になった時は去年よりもすごく苦しかったです。普段のまあラウンドレッスンを中心にしながら、まあ、もちろんインドアもレッスンをしながら、お客様に教えるにあたっても自分の技術も向上しなきゃいけないと思ってたので、自分の練習もしっかりして1年間を過ごしてました。普段はラウンドレッスンが多いので、なかなか自分の練習としての打つ練習はなかなかなかったですが、でも実戦でプレーする機会は多かったので、それがすごく良かったんだと思います。これからもやっぱりまだまだ今日のミスもたくさんありましたし、自分の練習もやっぱりしっかりしながら、まあ、お客様にやっぱり楽しんでゴルフをしてもらえて、皆さんがもっとゴルフがレベルアップしてもらえるようにレッスンの方も頑張りたいと思います。応援ありがとうございました。3連覇することができました。